の登録者が10万人いきました。まだ11万人いてない。これだよ、11万人。それ1人で。それ1万人でしょ。それ1人だよ、1人。ということでですね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、このね、10万人のね、あの、10万人の登録者を記念してですね、プレゼント交換を交換すんの？プレゼント交換すんの？大変だよ。大変だよ、プレゼント交換。それ感謝の気持ちこもってんの？もらうのか、結局。皆さんに感謝の気持ちを込めて、プレゼントを送りたいと思います。いや、いいね、最強拍手だ。リミのね、最強拍手見ててね、スリー、ツー、ワン、ゴー。遅くない？遅くない？それ最強拍手なの？遅くない？はい、ということでですね、今回のプレゼント企画はですね、なんか一番ね、すごい豪華なプレゼント企画になっておりますですね、なんとその数10名です。イエーイ。あれさっきどうやってしてた？いいんだよ。はあ、合ってるよ。ね、今まで10人っていうのはね、なかったんで。100人じゃないよ。100人はちょっと無理だね。ということは、10個の賞がある。はい。じゃあ10個のね、賞があるので、はい、とりあえず先にちょっと10個の賞を1回、どうしましょう。はい、まず1つ目がプラザ賞です。で、2つ目がフライングタイガー賞です。で、3つ目がバービー賞で、4つ目がコスメ賞、5つ目がピンクグッズ賞で、6つ目がマーベル賞で、7つ目はリゴー賞で、8つ目はレルビのバック賞で、9個目がね、スクイーズ賞で、10個目がアマゾン賞となっております。以上です。はい、じゃあ、一つ一つね、どんなものかっていうのを発表したいと思います。ちょっと今ね、机の上にバーンって出てるので、ちょっと一回。ごめんなさい。はい。じゃあね、机の上に今全部出てる状態なので一個一個ね、紹介していきましょう。じゃあまず1個目のプラザ賞から、はい、なのでちょっと他のものはね、一旦ちょっとね、一番にテッシューテッシューテッシュープラザ賞。はい、プラザ賞です。はい、というわけで一つ目のプラザ賞はこんな感じになっております。で、ね、ちょっとね、あの、一応ね、プレゼント用で放送しちゃってもらったので、うん、こんな感じなんですけど、でもちょっとね、開けさせていただきます。さすがにね、何が入ってるか開けさせて。そう、じゃあ、リミがゆっくり開けるよ。時間かかる、1時間かかる。またね、ちゃんと綺麗に放送し直して。はい、というわけで、一気に出してみたいと思います。もう見えるよ。あ、一気じゃなかった。これは二人で選んだ。じゃん。そう、二人で。でもね、まだだった。リミちゃんは半分遊んでたので、しほちゃんとママでね。選びました。ということでですね、あの、今回のプラザ賞のテーマは、虹。虹です。虹の国の。虹で、前回ね、しほちゃんがプラザで、あの、ピンクのハート型のこういう小物ボックスみたいなのを買って机にね、収納したんですけど、結構反響が良かったので、今回はちょっとピンクのがもう売ってなくって、で、見たらね、なんかこう可愛らしいレインボーの方があったので、今からのなんか季節ね、こちらの可愛いかなと思って、で、こんな感じでね、机の上に置いて、こういろんなね、小物を収納できるボックスですね、はい、机でもいいし、
棚でもいいし。で、あと近くにあったので、それがすごく可愛くて、この虹のね、ペン立て。ペン立てとペンを買いました。ね、こちら、可愛いと思う。一番ね、てっぺんね、消しゴム。ああ、ほんとだ。そうだ。てっぺんはこう、見えないかな。見える見える、大丈夫。なんか置ける感じだね。そうです。で、これが、こちらがプラザショーになっております。感じで、プラザショーは、初回はこれで終わります。はい、じゃあ次行きましょう。はい。次は何だい？てってて、フライングタイガー。はい、フライングタイガーで買ったものです。袋もね、もちろんこれフライングタイガーの袋なんですけど、はい、これもつけまーす。これもつけたいと思います。はい、値札は？値札もつける。値札。あ、それ値札なのか。値札っていいの？値段が分かっちゃう。まあでも値段。この袋は一つ100円でございます。そう、100円なのでね。はい、渡したいと思います。なんかこうフライングタイガーはどっちかっていうとなんかこう変わったものっていうか面白い雑貨っていうイメージなので、なんかそういう感じで ね選びました。はい、というわけで、はい、ひとつ、ね、これがジェンガっぽいね。そう、ジェンガっぽい。あのね、サイコロ振ってね、色が出て、あのね、サイコロもね、振ってね、あのね、ピンクとかの色が出たらね、ピンクのね、こんな感じだね。あのね、石あ、木を、うん、こう抜いていくやつだよね。それは抜くの、うん、スタッピングゲームって言うんだよ。みんなね、やったことあるんじゃないかなと思います。これのなんか可愛い色バージョンっていうの、うん、じゃあちょうどいいや、リミちゃんが持ってるのがこれなんて言うんだっけ、カラビナ。カラビナのでっかいバージョンです。しほちゃんも持ってて、しほちゃんとお揃いになります。しほちゃんこういうの大好きでね。だこういうの何に使うのっていう方のために、しほちゃんのじゃ使い方をちょっと教えてください。私はですね、カバンにこれを引っ掛けてですね、あの荷物、あの袋、あの買い物した時に袋ついてくるじゃないですか。手に持つとさ、あのすごいね、大変なので、これに引っ掛けて、カバンに引っ掛ける感じになって、そうすると手が楽になります。うん、そうするとね、手がね、疲れなくていいの。はい、私はそういう使い方をしています。あとなんかね、キーホルダーとか、そうそう、あの、キーホルダーね、紐だと切れちゃったりね、するのが心配な人はこういうのでつけると頑丈なので、ね、安心ですね。めちゃくちゃ安心なんですこれ。まあそれのでっかいバージョン、まあ、あのちっちゃいのはね100均とかに持ってるんですけど、こういうでっかいのがね可愛いなっていうことで、めちゃくちゃも、あのすごい持てるの。うん、ピピピ、すごいふわふわ。はい、じゃあ次はですね、あのハートのトランプ、ハートのトランプです。これね、開けられそうだから開けてみよう。そこだけだけど、本当だ。はい、こんな感じでハートのちょっと今ね、エースだけ映ってるけど、中にね、トランプが入ってます。はい、というわけで次はですね、はい、あの3分の砂時計です。はい、こちらもピンクの色となっております。しほちゃんチョイスだからピンクが多めです。うん、次はこちらです。こちらはですね、すごいキラキラのね、メイクのブラシになっております。これね、見本がお店にあったので、ちょっと画像、写真撮ったよね。撮った。あ、それちょっと貼れたら貼っときます。この辺ね、あ、私の顔見なかった。あ、うん。ね、はい、で、次、次はこちらです。こちらはね、スマホを、うん、あの水から守るみたいな感じの、ね、首から下げれて、うん、プールとかにもいいかもしれない、ね、これからの季節いいかなっていう感じで、まあ今のねスマホだいたい防水になってるかと思うんですけど、しほちゃんみたいに心配性な人はこれが欲しいということなので。私も欲しいよ、これ。そうだからね、そういう人のためにね、なんかあったら安心かなっていう。これはお風呂で、お風呂でもね使えるしね。そっか、なんか自分じゃあんま買わないようなのでいいかなという感じで選びました。はい、ラストです。ラストはですね、でこれが一番のねメインかなという。これね、みんなこういうのよく見てるんじゃないかなと思います。実はしほりみもこのでっかいピンクのがあって、以前ね、しほりみチャンネルだっけ、なんか書いてたよね、ルームだっけ、しほりみルームチャンネル、
なんかあるんですけど、一つなく S がなくなっちゃって今使ってないんですけど、でこの前しほちゃんがねミニバージョンも買ったんだよね。そう。で今回ちょっとミニバージョンがなくて、でこの色もねブルーと緑グリーンしかなかったので、うん、今回ブルーにを選んでみました。はいね、これね絶対ね可愛いです。光るだよね、うん、電気で光るし、好きな文字をね入れられます。はい、じゃあこんな感じです。はい、フライングタイガーショーは以上です。以上です。きってて、バービーショー。はい、次はバービーショーです。はい、ここからはねちょっと、雑貨屋さんでね買ったものが続きます。はい、っていうかみんな雑貨屋バービー人形。私がなんでバービー見たらわかる。あ、バービーって書いてある書いてあるのってこういうものなんだ。あ、こういうものなんだ。そう、パパはバービーって書いてあるすごいこれ。うん、ね、すごい。はい、じゃあひょこちゃんまず筆箱かな。こちらはバービーの筆箱です、ね、で裏がすごい可愛いんですよ。夏っぽいよね。でなんかねここがこう分かれてはないんだけど、開けるとね、うん、あ、そうそうそう、こんな感じで中がね3ポケットになってる。そう、3個分かれてます。こんな感じ、使いやすそうな、使いやすそうです。はい、次にですね、こちらです。こちらバービーのねメモ帳になっています。かわいい、かわいいね、ここがシャカシャカに見て、ね、シャカシャカシャでかわいいです。かわいいです。はい、修正テープになっております。ね、可愛いよね、こちらがこれ、ね、なんかね、すごいね、可愛いリップスティックのね、リップ型の修正テープ、修正テープです。可愛いんですよ、これ。はい、ラストになります。ラストがですね、ハスケースですかね。そう、可愛いね、筆箱とお揃いかな。お揃いだね、デザインがね、こんな感じでお揃いです。はい、ちゃんと、あ、ちゃんと伸びます、裏。あ、そうそうそう、ちゃんとね、伸びてバッグにつけられます。はい、じゃあ裏もね、見せてください。リミがなんか見せたいらしい、うん、裏ここにね、入れる。ん、ここに入れます。でリミ、パパにじゃなくてカメラにやる。どうした、パパに見せてじゃなくて、あ、立ったってこと、立ったってこと、そういうこと。はい、はい、じゃあバービーショーはね、こんな感じで飲みます。ごめんなさい。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次はね、コスメショーです。はい、でね、コスメショーはですね、はい、というわけでですね、こちらは 3CE のコスメになっております。こっちがね、リップで、こっちがね、鏡になってます。で、あとちょっとね、中はね開けられないんですけど、ちょっと画像があったら載せときます。はい、いいね。で、次にね、パックになっております。これが 1,2,3,4,5,6 枚です。で、これは何？鏡。で、これがリップ。鼻がちて、こちらのね、言っちゃうのそれ。うん、いいな。こちらの8点がコスメショーとなっております。はい、おちょっとコンパクトだけどね、うん、あのリップとかがね、いいものなのでね、うん、はい、こんな感じです。少ないかと思った、うん、はい、じゃあ次、てってて、ピンクショーかっこしーちゃんショー。まあそうだね、ピンクグッズショーです。はい、まあしーちゃんショーですね。はい、もうしほちゃんがピンク大好きなので、しほちゃんがピンクグッズを選びました。ね、わっ、ピンクだ。なんで絵なの？びっくり。びっくり仰天。なんで？これが入ってる。あ、そう。もうしほちゃんがね、おすすめのものをね、選んでもらいました。はい、まずね、あの、私とお揃いの筆箱でございます。しほちゃん、あの、よくね、見てくださってる方ならね、わかると思うんですけど、しほちゃんがね、使ってた筆箱です。はい、同じ色？同じ色、全く同じで。これがいいんだよ。これね、すごい使いやすいんでしょ。半年以上使ってた。ね、見て、鉛筆消しゴム
だって。うん、かわいいよね。鉛筆の形した消しゴム。そう、削れるの。削れるんだけど。多分。はい、次。次に鉛筆2本です。まあ、しほちゃんは基本シンプルなものが好きなので、ほんとピンクプラスシンプルみたいな感じで、こんな感じです。はい。はい、はい、というわけで次はですね、メモ帳でございます。こちらピンクで可愛いでしょ。メモ帳です。はい。中がこれと、これ?2種類。2種類だね。これとこれの2種類だね。はい。はい、次はですね、こちらが、串になってます。串とツーベイコームだから串と何か何かがついてるの。串とブラシ、串とブラシがセットなんだ。すごいかわいい。かわいいでしょ。うん、ツーベイ仕様です。はい、オッケー。次にですね、こちらのファイルとなっております。こちらのファイルは簡単なファイルじゃないんですよ。こちらはですね、なんとまずノートがついてて、ノートのまず作る、これすごくない？ファイルにノートがついてたんですよ、うん、こちらのノート、ノートがなくなっても違うノートに変えられるってことかな。じゃあすごいよくて、うん、で次にね、次にファイルとなっております。はい、じゃあプリントがそこにしまえるみたいな感じだね。そんな感じで最後にこのジッパー付きのね、そうファイルもついてます。はい、はい、最後に下敷きです。はい、でね、表か裏か分かんないけどピンクと紫になっております。かわいいね。かわいいです。シンプル。はい、で、以上かな。ピンクグッズショーはこれで終わりです。はい、次てててマーベルショー。これでかい。はい、じゃあ今回はね、マーベル賞があります。はい、まずはですね、筆箱と、あ、こちら筆箱です。筆箱はですね、シンプルですね。そう、シンプルでちょっとね、大人っぽい感じを今回イメージしたセットです。はい、裏は一応裏もね、裏はここにワンポイントみたいな感じでね。はい、中はどうなってるの。中は普通だよね。ビニールだけど、ここはほんとただ真っ黒ですね。うん、で、消しゴムいいやつなんだけど、ね、いいやつ、うん、いいやつ、リミが使ってるやつ。じゃあリミちょっと説明してあげた。ね、これはね、いいやつ、アーチはいいやつ。あ、そうなの、アーチはいいやつなの、うん、アーチってほら、書いてあるの、うん、いいやつ、へぇ、それリミが使ってるからじゃないの、ただ単に。そうだよ。こちらはですね、こちらもめちゃくちゃシンプルで大人っぽいデザインですね。みんななんかデザインをちょっとね、揃えました、ね、揃えました。次はですね、こちらの鉛筆3本になっております。で、こちらの鉛筆曲がるんですよ、ね、あ、そうそうそう、曲がる。え、そうなの。うん、削れるの。削れます。削れる。え、柔らかいの。うん、え、なんか柔らかいと思ったら、今はこういう時代なんだよ、鉛筆が回るっていう時代なの。芯が曲がるんだ。曲がるよ。すごっ。今はこういう時代なんですよ。もう昭和にはこんなんなかったよね。平成にはあるんです。令和にはあるんです。令和にはあるの。そうです。はい、というわけで次に鉛筆削りです。はい、で、こちらもシンプルのデザインとなっております。はい、はい、じゃあ次、次にシャーペンですね。こちらはこれね、残り1本でした。最後の1本、ね、人気がありそう、人気がありそうな、ね、シンプルなデザインです。はい、というわけでですね、こちら最後の商品になっちゃうんですけど、メモ帳ですね。ミニノートかな。マーベルのカチンコがね、写ってて、はい、裏は裏もこんな感じになってます。そうだね。はい、こんな感じがマーベルショーでーす。ちょっとね、これもね、一回包装してもらっちゃったので、シールが綺麗にでも剥がれたのでね、またこの袋を使えそうです。はい、じゃあこちらです、はい、こちらです。で、まずこちらはですね、なんだっけこれ、パフュームマルチケースって書いてあるよ。こちらがこのなんか、コスメとかをね、入れて収納するやつ。
鏡にもなってるのでね、すごいおすすめだったので買いました。はいはい、こういう感じでね、見えるかな、こういう感じでね、うん、なんだろう、小物とか入れてもいいのかな。でちゃんとこう ね、あのここが蓋が開くので、蓋が開くのでここがね、うん、立てられるんだよね、こうやってね。そうだね、これかわいいよね。かわいいです。で次にですね、こちらです。こちらはハッピーポーチっていうのが売ってて、それのね、なんかあの文房具バージョンとコスメバージョンがあったので、コスメバージョンをね選んできました。はいはい、で中身はというとこんな感じ。はい、こんな感じです。ちょっとね、あの分かりづらいんですけど、うん、ちょっと展開した画像をね写真撮ってきたので載せときます。まああのブラシとか、すごいでっかいブラシね、キラキラで可愛い、うん、であとあのブラシも入ってます。この辺横から見えるかな、ね、ちょっと見づらいんですけど、とりあえずお得なセットだよね、うん、この周りのこの入れ物も使えると思います。ポーチね、ポーチ。はい、じゃあ最高。はい、というわけで最後はリボのね、チョーカーです。はい、こちらのあのハートのね、透明のチョーカーと、あとそう、2個セットだよね、これ別々、まあ一緒につけてもね可愛いんだろうけどね、こんな感じです。はい、私もこういうチョッカー欲しい ね、これ夏、これからの季節すごく使えそうだと思いました。はい、というわけで美号書はこれで終わりです。はい、です。で、ピッピのバックショーです。はい。はい。じゃあ開けてみましょう。はい。このね、袋もね、つけたいと思います。この大きい袋。はい。というわけで、うん、こんな感じです。まずバックです。これ ね、なんか夏っぽくてめちゃくちゃ可愛いなと思って買いました。ね、中に巾着が入ってるんだよね。うん、で巾着が紫で紐がピンクっていうね、可愛らしいね、可愛らしいね感じのバッグです。でバッグの中にはですね、バッグの中というかあの別だね、これは、これがバッグです。はい、バッグ、まずバッグね、これか、うん、で裏、裏はね、あ、裏がすごいの、なんかなんていうの、キラキラキラキ キラキラでもしほちゃんはこういうキラキラが大好きで、うん、ね、しほちゃんがこれがいいって言ってね、このバッグになったんだけど、これ取り外しがね、できるのでね、こうやってね抜けるので、うん、はい、じゃあバッグはこれです。次、はい、次はですね、ハンカチとね、あのイヤリングとなっております。はい、タオルね、ミニタオルと、ちょっとイヤリングわかるかな、なんかグミベアみたいな、クマちゃんの紫のね、はい、あの選びました。はいはい、で今回はね、あの紫、そう、しほちゃんは今回紫をねチョイスしましたね。ピンクのバッグもあったんだけど、クリアーバッグはちょっとなんか大人っぽい方がね、うん、いいかなということで、紫のこのね仕様にしました。でも夏らしくてとてもね、はい、可愛いんじゃないかなと思います。はい。てってて、すごい重賞。はい。ということでですね、9個目はスクイーズ賞となっております。はい。じゃあさっとね紹介しましょう。はい。まずこちらがですね、ブルーム。そうです。こちらがブルーベのスクイーズとなっております。はい、チーズケーキなんだけど、あのストロベリーの方だね、うん、ピンクのね。でこれがなんだっけ、クラウドベアだっけ、クラウドベアちゃんです。でこれが、これ名前なんだっけ、デニッシュ、デニッシュフラワリー、これがデニッシュフラワリーって書いてあるね。でこれあの未開封、うん、です。はい、であと2つが、こちらは日本スクイーズセンターさんとね、
限定。そう、キーブルさんのね。キーブルさんがコラボした限定のスイーツとなっております。ビッグウサギちゃん。あはごめんごめん。ビッグウサギちゃんです。この前これ紹介動画でね、紹介したやつです。これも未開封となっております。はい、こちらのね、ポッケ5点をプレゼントしたいと思います。はい。ラストいきましょうか。はい、じゃあラストでーす。てってってー、アマゾンショー。はい。エアーですみません。無理、画像が。あ、そうそう、じゃあ画像をね、貼っときたいと思います。今ちょっと手元にないんですけど、はい、あの前回のね、あのプレゼント企画でも、うん、あのアマゾン賞を作ったんですが、今回もね、アマゾン賞を作りました。はい、ね、女の子のね、あの文房具とか、スクイーズとか、うん、あの興味がない方も中にはいると思うので、うん、そういう方のためにね、一つアマゾン賞で、今回はちょっと3000円にさせていただきたいと思います。はい。ね、3000円好きなものね、あのアマゾンでお買い物できるカードというかね、なっております。はい、はい、じゃあね、はい、10個ね、あの紹介しました。皆さんね、欲しいものはあったでしょうか。あったでしょうかね。で、ね、応募の方法なんですけど、はい、こちらはね、あの今まで通り、応募フォームっていうのはね、うん、概要欄の方にあるので、そこをね、クリックしていただいて、そこからね、あの応募していただく形になります。あのね、連絡先だけね、あのしっかりしたものをいただかないと、もし当選しても連絡ができないってなってしまうと、うん、無効になってしまうので、皆さんね、気をつけてねください。でですね、次、応募期間です。今日動画が上がっている5月1日から、はい、14日の火曜日23時59分までになります。2週間だね、だから、うん、2週間、23時、夜の11時59分、夜のね、うん、リミちゃんが寝てる時になります。はい、それを過ぎてからの応募はできないので、ね、2週間のうちにね、応募お願いします。2週間は長い、はい、うん。あとね、あの当選した方だけに連絡が行くっていう形になりますので、あの当選どうなってるのっていう連絡はちょっとね、受け付けできないようなので、お願いします。お願いします。あとね、プレゼントの何賞っていうのがちょっと書き方がね、ちょっと変わってしまってるので、概要欄にね、ちゃんとプラザ賞が A 賞とか書いとくので、概要欄をちょっと確認してから応募してください。はい、ね、これ分かりづらいかもしれないんですけど、プレゼントの内容にね、プラザ賞とかピンクグッズ賞とかの明記がないんです。ただのアルファベットになっちゃってるので、そこだけちょっとね、よく見て、欲しいものを間違えないようにね、応募してください。はい、お願いします。はい、で、基本ね、あのどなたでも応募できるので、あのね、よかったら気軽にね、応募してみてください。はい、はい、でもね、あのなるべくね、いつも応援してくださってる方に当たってもらったら嬉しいかなとは思ってるの で、 そうです ね、 引き続きしほりんチャンネル と、今度しほちゃんが編集してる新しいチャンネル、しほりみ研究室もあるので、このね、2チャンネルね、ぜひぜひね、応援お願いします。はい、ね、よろしくお願いします。登録してみてください。はい、はい、あと、一応ね、インスタグラムとか TikTok とかも、うん、Twitter はほとんど発言できてないんですけど、やってるので、ね、もしよかったらフォローしてください。はい、はい、はい、あとね、未成年の方は必ずね、保護者の方のね、許可を取ってください。はい、ね、気軽にいろいろ応募してくれると嬉しいです。はい、はい、ではグッバイ、バイバーイ。